ツイタグッズ届いた？よかった。じゃ届いたんだったら次の話し会とかで着ようかな。次12月か。12月10日11、10、11どっちかで着ようかな。どっちかで着よう。クリームチーズが本命だった。あのタルタルソースよりもってこと。タルタルソースも美味しいけど、でもタルタルソース家で食べないからなと思ってタルタルソースなんか買ってきたの、買ってきて何かつけたりでしょ、なんかソースみたいな感じじゃん。あれも美味しかったけど、なんかつけるの食べるかなと思ってクリームチーズの方がそのまますぐ食べれるじゃん。いいかな。モバイルずっと充電してた。終わってるよ。終わってるね。ずっと充電してた。せんだから忘れてた。衣装は買ってない。なんか食べられるか本当に食べられるか分かんなかったから買ってない。エビヨーコとクリームチーズ美味しいよね。初めて食べたけど何日か前に美味しかったから買って食べた。今日食べた。クリームチーズも好きだし。紅生姜が苦手だったら無理。やっぱり新生姜やめといた方がいい。だから買ってないんですよ。あったけど。硬いパンにクリームチーズとブリバッコ乗せたい。硬いパン？フランスパンとか？確かにパンに乗せたら美味しそう。ブリバッコ漬物でしょっぱい系だからパンに乗せて良さそう。普通に美味しそう。バゲット。ああ確かにいいね。生姜焼きはね確かに好きだね。生姜焼きそうだね。でもあんまさ、こうなんかめっちゃちっちゃく切った生姜とか食べたりするけどさ、紅生姜苦手だし、なんだっけガリとか。もう食べたけど、食べたことあるかな。もう食べた記憶がない。いやでもある気がする。あんま好きじゃなかった気がする。うん、そう。あとなんかめっちゃそうちっちゃく切ってある生姜とかしか食べたことない。食べたことないじゃない、よく食べるのはそんな感じのやつ。そうリフライとかギフライとか、まあ確かにあったらだけど、でも別にタルタルソースじゃなくてもいいんだ。家でタルタルソース食べなくって、外で食べる時しかタルタルソース、なんかそれはフライ系タ
夜と時しかタルタルソースつけないんだよね。家で作らないし買ってこないしみたいな。家ではマヨネーズかソースかケチャップかみたいな、つけるんだったらそんな感じ。ケチャップ、うん、カギフライケチャップつけたり。お母さんがさマヨネーズ苦手で、マヨネーズ系だからタルタルソースも無理で、それでケチャップつけて食べるのね。お母さんがケチャップつけて食べるのも美味しい。私もケチャップつけて食べたりする。私はどっちもいけるからさ、マヨネーズもいけるからケチャップつけて食べたりマヨネーズつけて食べたりとか。家で食べるときタルタルソースないから家作んないし買わないしだからマヨネーズでいいやみたいな。あれはタルタル使ったりとか基本ないから家に。醤油？かきフライに醤油かけない。そう、私の子さんねマヨネーズが苦手だからね。でもカキフライは好きみたい。だからあのケチャップいつもかけてつけてる。ケチャップつけて食べるの美味しい。オーロラソースにしてもいいしね。お母さんは無理だけど私のお母さんはマヨネーズが苦手だから無理なんだけど、普通のソースカキフライはかけるかな。その時の気分だな。普通のソースかける時もあるかも。そんでそのしょっちゅうカキフライ食べないからわかんないでもソース好き。ソースも美味しいよね。とんかつも醤油美味しい。とんかつ？とんかつはいつもソース、うん、ソースだな。あんま醤油かけたことないかも。醤油かけて食べる料理少ないかも。私揚げ物に醤油かけないかも。目玉焼きとかさ豆腐ぐらいにしかかけないかもしれない。あんまない。フライ揚げ物はあんまかけない。ソースかマヨネーズかケチャップ。ケチャップも揚げ物、ポテトとかさカキフライぐらい。あと今思い出せない天ぷらなんかあのなんかつゆみたいな、天つゆみたいな。それだな。何ソースが好き。ソース、あのとんかつソース、なんか犬のマークのあのとんかつソースが一番好き。なんかごまが入ってるやつ。なんだっけ、とんかつソース。あれ、なんかそうブルドッグのやつなんかあるよね、ごまが入ってるやつ。ごまとんかつソースこれだ。これが好き。ごま入ってるやつ。これが好きなんだけど、これは、これおばあちゃんがいつもこれ買ってて、うちの家はこれじゃないの。これが私好きって言ってるの。これじゃないんです、うちの家。私はこのソースが好きなんだけど、うちの家は普通のとんかつソース。このブルドッグの、普通のやつだった気がする。いやブルドッグのじゃないわ。違うな、どこのだあれ、どこのだっけ、どこのだ。どこのか分かんない。どこのか、どこのだろうあれ。とんかつソース、あ、カゴメ？
カゴメのやつかもしれない。ちょっと覚えてない。まもう見ないか。そんなメーカーも見ないから覚えてないけど、こんな見た目だった。うん、カゴメのやつだ。でも私はこのブルドッグのこのごま入りのやつが好きなの。ごまとんかつソース、これが好きなの。おばあちゃんちはこれなの。おばあちゃんちのこのとんかつソースが好き。うちの家は違う。そう、このソースが好き。スターは絶対使わない。基本そこまでのこだわりないんだけど、ソースに何でもいいんだけど、あ、とんかつソースがあるから食べるときとんかつソースだね。なんか揚げ物でソース使うとき。でもそんなこだわりない、何でもいい。でもとんかつソースで好きなのはこのごまの入ってるやつ。うちの家は違うけど、おばあちゃん家行ったときしか食べないんですけど、このソースが一番ごま入ってるのが好き。普段使ってるのは入ってないのだけど。目玉焼きに、目玉焼きにソースあんまかけて食べたことない。醤油か塩コショウ、塩コショウで。なんかちょっと前に初めて食べた目玉焼き塩コショウでね、美味しくて塩コショウもいいなってなった。卵にはマヨネーズ、塩つけてた。塩だから、塩かな。そんな食べないけど、ゆで卵そっちゅう。私この間ゆで卵作ったんだけど、そのゆで卵はね、なんか味つけたんだよね。そんな塩水にこうつけてさ、味染み込ませてあるやつだから、何もつけずに食べた。それはそこに塩かつけたらちょっと塩辛くなっちゃう。おろしポン酢もさっぱりしておいしい。おろしポン酢も好きだよ。いいよね、おろしポン酢。ね、おいしい。ハンバーグとかおろしポン酢も好き。普通のデミグラスソースも好きだけど、辛いのはつけない。辛いの揚げ物とかにってこと。辛いのなんかポテト食べるときはなんかそのときによるけど、結構普通のケチャップだけの日もあれば、スイートチリソースとケチャップと一味混ぜてソース作ってそれにつけて食べるときもある。それ美味しいんだよね。それがどっちかな、スイートチリソースが家にあれば、それやったり。ポテト食べるときそのソース美味しい。そう、なんかお母さんが言って、お母さんに質問してたね。ポテト、そう、スイートチリ、前髪自分で、前髪自分で切ってる。でも病院行った時にもう切ってもらったりしてる。絶対に自分で切らないといけない。自分で普通に切る。辛いのお父さん、辛いのダメだね。お父さん辛いのとお酒がダメ。味覚が子供。スイートチリって家庭に合うもの。そう、なんかね、なんでかわかんないけど家あるんだよね、急に。でもね、そのポテト食べる時しか使わない。あのエビチリとか作るわけでもないし、そんなに食べないし、ポテト食べるときに使うぐらいかな。タコス、あ、タコスいいね。タコス、タコスの時も使わないじゃん。家で食べたりするけど、めちゃくちゃ時々。ほんと周りに使わないな。ポテト食べるときにちょっと使う。きっと変わってる、そのスイートチリ使うタイミング。
だからね、冷蔵庫に常に入ってるけど、ポテト食べるときしか以外あんま使わないから、それ以外常に大体入ってるか。そう、ポテト以外あんま使わない気がするわ。ポテト用にストック、いやストックってわけじゃないけど、ポテトってそんな大量に使わないからさ、スイートチリのさ、なんか瓶入ってる容器ちっちゃいけど、そんな使わないからあんま減らないんだよね。スイートチリソースとマヨネーズならポテトフライ、いやーね、スイートチリとケチャップと一味なんだよね、この組み合わせなんだよ、これがいいんだよ。これが美味しい。スイートチリだからさ、その辛くないからさ、一味で辛さ足すの、それが美味しいんです。私チリソース好きで、あのエビチリとか好きなのだから美味しい。その組み合わせ、ポテト好きだね、カリカリのポテトが好き、カリカリのやつが好き。ポテトは皮付き派、シューストリング派、シューストリング、そっちだね、あのそう細いやつ、皮付きじゃない方が好き。なんか厚いポテト、なんか分厚めのポテトより細いポテトがいい、そっちのカリカリのポテトが好き。そう、マックみたいなやつ。小池の配信盗賊やめてほしいと願ってました。でもね、私以外に今さ、あの配信出てたメンバーにさ、辛いのが好きなメンバーがいなくて、タバスコ選ばれる確率低いだろうなと思ってた。タバスコ私あんま好きじゃないんだよね、酸っぱいかけない、タバスコな、ピザとか食べる時も酸っぱい、あれ酸っぱいんだよ、なんか辛いけど美味しい、美味しいけど酸っぱい、一味がいい、一味。七味かけない理由はね、七味の山椒とか他のやつが入ってるじゃん、山椒の辛さそこまで、一味の辛さが一番いい、一味とごま油、ごま油じゃない、ラー油、間違えた。ごま油辛くない、ラー油だ。ラー油、一味とラー油だね、辛さ足すとき。うん、基本一味、ラー油はなんか餃子食べるとき、麻婆豆腐とかそこらへん。少し酸っぱいから、その家にあるけどお母さんしか使わない、お母さん辛いの好きで、そう、お母さんはタバスコが好きでね、あのピザとか食べるとき一人だけタバスコ使ってる。一人だけ、他みんな使わない。お母さん専用のタバスコがある家に。誰も使わないから勝手に専用になっちゃってる。地獄蒸しプリンと菊屋のモンブラン美味しかった。え、美味しいよね、どっちも。菊屋のモンブランはね、なんかね、なんだ、ラム酒が、ラム酒なんかね、ラムかな、わかんない、なんか洋酒が効いててね、美味しいんだよね、あそこのモンブラン。この間買おうと思ってさ、菊屋行ったらさ、モンブランちょうどなくって買えなかった。そう、買えなくって、今度持って行った時にあったら買おう。なんか
かモンブランなんかねお店によってさなんかめっちゃこうあんま好きじゃないところとさクリームたっぷりでみたいなとか生クリームがめっちゃ入っててみたいなところあるじゃん。キックヤのモンブランねちょうどいいんだよね美味しい。よしが聞いてて私が好きな感じのモンブラン。そこのモンブランは好きなんですよ私。だからちょっと大人向けみたいな感じ。よしの風味がすごいする。カヌレみたいな。カヌレもさ効いてるじゃん。ラム酒の香りが基本あんましないところもあるけど。そっけのモンブランが一番美味しい。好きなんだね。お父さん無理。ラム酒の風味だったらいける。お父さんは家で作る生チョコとかカヌレラム酒入れるけど全然食べれるから。生チョコぐらいの量だったらいけるのかな。普通に食べてるんだよ。生チョコってでも火通してないからさ。でも普通にでもちっちゃい子も食べれるようなさ妹とかも食べてるし食べれるようなお菓子用のやつだから大丈夫です。お菓子用だからそんな普通に食べてる。カヌレはさ焼くからもうちょっと飛ぶけどお菓子用のやつ使ってるから普通に大丈夫だね。なんかね多分お父さん香りが無理ってより香りな体質的に的にだってことだと思う。なんだと思うんだよね。に大きいスポンジ入ってるの嫌い。モンブラン私でもあれだな生クリームがめっちゃ入ってるの方が苦手かも。そのスポンジちょっとでみたいな生クリームがこうモンブランこうさこう生クリーム中心が生クリームがめっちゃ入っててみたいな。だって生クリーム好きお店によるかなんか重ための生クリームそんな好きじゃないから。スポンジちっちゃすぎてもあれかも。その分生クリームが多くなっちゃうとあれ。スポンジ好き逆にスポンジ私好きで美味しいよねモンブラン。お菓子用のやつだとだって普通にちっちゃい子とかも食べれるようなやつだから大丈夫だと。お父さんもだって普通に食べてるし風味はね大丈夫だけど普通のお酒がでもさでも料理酒が入ってるさ辛め絶対にアルコール飛んでんのにそれがダメだったんだよね。なんでか分かんないけど。でも家で作るラム酒入れてるお菓子は普通に食べてる。よくわかんないお父さんよくわかんない。マロングラッセ好きだね。美味しいよねマロングラッセ。クエの渋皮煮とか好きおばあちゃんが時々作ってくれててそれが好き。伊豆小路コーナーのモンブランが好き。あーそこのモンブランあれ食べたことはな何か食べたことある気はするけど思いつかないから分かんない。モンブラン食べたことないわ。そこ美味しいのか今度会ったら食べてみるかな。キカちゃんもお酒弱いから私も弱いかな。どうだろう。でもその辛麺食べた時は私は普通だったね私は普通だった。
まあ、辛麺、辛麺だよね、言う人あんまいないだろうけど、お父さんはちょっと変わってるんだよ私のお父さんは。コジコーナースポンジいっぱい飲むぐらい、好きかも。じゃあまた食べてみようかな。そう、お父さん弱い。お父さんがお酒飲んでるとこ一個も見たことないそのぐらい飲めない、ほんと一滴も飲めないみたいなタイプだった。うん、てかそのタイプだわ飲んでるとこ見ないし。うん、絶対飲まないと。スポンジよりもクリームない方がいい。クリームってさ、お店によって結構違うじゃん。軽いクリームなところ、ちょっと重ためのクリームなところみたいな。重ためのクリームがあんま好きじゃなくって、なんか食べてる途中で飽きちゃうっていうか、なんか食べれなくなる、生クリーム重いと無理じゃない。だからさ、私ショートケーキとかさ自分で買うとき絶対に買わなくってそう、なんか軽い生クリームは好きなんだけど、そうそう、だシュークリームもさ生クリームとカスタードが入ってるやつとカスタードだけのやつがあるじゃん。絶対にカスタードだけのやつ選ぶ。なんか生クリームとカスタードって、生クリームが軽かったらいいけど、そんなに軽くないやつと重くて、生クリームがカスタードだけ、カスタード好きなのね、だからカスタードだけのやつ。重めの生クリームも、ね、ちょっとだけ乗ってるみたいな感じだったら全然好きなんだけど、ショートケーキとかさ、モンブランも結構量多いじゃん、生クリーム入ってたら。スポンジがそんな大きくなかったらさ、それだったらちょっと選ばない、ショートケーキは絶対選ばないでもうちの家族みんなそんな感じかも。そこまでショートケーキ人気ない、いつもなんかそのケーキいろんな種類買ってきた時お父さんがね、最近はあんまだけど、なんかね、前ね、ホワイトデーの日とかね、ケーキを買ってきてくれてて、いろんなケーキを、その一カット切れてるやつ、いつもね、毎年ショートケーキ買ってきてで、みんな誰も選ばないみたいな、残るのショートケーキが。でお母さんが毎年「ショートケーキそんなみんな選ばないからいいって言ってるじゃん」みたいな毎年さ、みんな人気ないのにさ、いつもショートケーキ買ってくんだよね。でお父さんは選ばないの、ショートケーキなんで買ってくるかさ、不思議なんだけどさ、そうそう、不思議だったな。なんかいろんなケーキ買ってきて、ショートケーキ以外がなくなって、ショートケーキが余るのにさお父さん多分毎年忘れて普通に買ってくるんだよねそう、何選んでたっけな、結構その時によってバラバラだったな。なんかタルトのやつ選んだりとか、なんかフルーツのケーキ、なんかいろいろあって、どこのケーキだっけ、その時によってバラバラだったけど、結構バラバラだったショートケーキ山だけあんま人気ない。え、もっとショートケーキ違う、生クリーム好きだったりするんだけど、他のケーキの方が好きみたいで、ショートケーキよりかは。そう、あったらなんかそれでショートケーキあんま人気なかった気がする。稀に選んでる時もあったけど、そう、本当はね生クリーム好きだった気がする。そんな家で生クリーム食べないから、まあ、確かそうだった気がする。
じゃんけんで決める、かぶったらそうじゃんけん、最初にどれがいいみたいな指さして、えこれみたいな感じで指さして、かぶったらじゃんけんで勝った方みたいな感じ。家でなんかそういうさ、何種類かケーキ買ってきてみたいな時はね、そんな感じ。フルーツタルト好きだよ私、タルトが好き、タルト生地が好き、サクサクのやつ美味しいよね。サクサクでさ、なんか真ん中の方はしっとりみたいな感じじゃん、タルトって美味しい。焼きたてのタルト、いや焼きたてのタルトはない、うん、ないよ、タルト作ったことない、ではないかも。あと作れる、作ろうと思えば作れるけど、型が何もないから買わないといけない何もなんかタルトのさ、あの型と、なんかタルト焼くんだったら重りみたいなのいるんだよね確か、生地が上がってこないように。よくわかんないけど、なんかこれレシピ、なんかレシピの動画を見たことがあって、作ってる動画、なんか重りみたいなの入れてた、多分それがいる、何もないから材料買ったらできるけど、作ったことはないね。キルヘボンのタルト、キルヘボンのタルト私食べたことあるかな、もう分かんないカヌレ好きだよ私、カヌレ、プレーンのカヌレが一番好き。なんか他のなんかチョコとかさ、ピスタチオ、まあいろいろあるじゃん、お中にクリームが入ってるカヌレとかいろいろあるけど、プレーンが一番おいしい。結局他もおいしいんだけど、なんかプレーンが一番おいしいカヌレだから、自分で作るやつで作ろうと思ったらさ、か生地になんかチョコレート入れてみたいな、チョコレートのやつとか作れたりするけど、生クリームこう入れてとかできたりするけどね、なんか普通のカヌレが一番好きでさプレーンの美味しいんだけど、他のやつも食べたことあるし美味しいんだけど、プレーンが一番好き。だから今まで自分で作ったやつ全部プレーン、何も入れてない、あのアレンジみたいなやつ入れてない、プレーンのやつしか作ったことないですねセンビキアのパフェ、いや食べたことない、センビキアフルーツ大福だっけぐらいしかない気がする。ショルモのイベントでいただいたやつ、あれぐらいしか食べたことない気がする多分。キルヘボンはフルーツタルトが有名、でもキルヘボンのタルト食べたことない気がする。めっちゃ有名なケーキ屋さんだよね、美味しそうだけど食べたことない多分。カヌレってプレーンとチョコ以外、えたくさんあるよ、さっき言った何言ったっけ、ピスタチオとか、なんか中に生クリーム入れたやつが生カヌレで、なんかあと何があったっけ、よく見るのそこら辺だけど、それ以外パッとなんかね、私が食べたやつ、なんかリンゴが入ってるやつとか、パイナップルのやつとか、ちょっと変わったやつだったらとか、あとは何があるかな、結構いろいろある、もう思い出せなかったけどいろんな種類見たことあるけど、いろいろある。でプレーンが一番好き、でも美味しいんだけど、なんかもう一回で十分だなって感じ、美味しいけど、その一回で食べるとき、何個も食べれないんだけどさ、カヌレって結構
ずっしりしてるから何個も食べれないけど、ちっちゃいミニカヌレとかだったらさ、そう他の味は1種類でみたいな、プレーンだったら1種類じゃん、他の味1個ずつでみたいな、プレーンをだ、プレーンはプレーンだけ2、3個とかぐらいの感じ、お金伝わるかな。他の味も美味しいけどプレーンが一番美味しいみたいな、そんな感じ。フルーツ入ってる、なんかね、そう、リンゴ、リンゴのやつ食べて、リンゴは中にどんな感じでリンゴ入ってたっけな、結構前なんだよねあれ、1年半ぐらい前、どんな感じだったっけ。なんかね、上にね、そう、バラみたいな感じでリンゴが飾ってあって、なんかもう多分リンゴ入ってたと思うんだけど、あんまり覚えてないあんまり覚えてないですね。抹茶味、抹茶味好きだよ、抹茶味も好きだけど、やっぱプレーンだね一番はプレーン。他の味も美味しい、あんまり美味しくなかったカヌレそんな食べたことない、うん、大体どの味も美味しい。確かに抹茶もあるね、王道だわ、めっちゃ美味しいよね。クリームソーダ、クリームソーダ好きだよ、炭酸も好きだし、アイスも好きだし、いいよね乗ってるのバニラアイス。クリームソーダ、さっきこの間友達と会った時に久しぶりに飲んだ。そんな飲まないじゃん普段家とかで飲まないしさ、お店行ってもさそんな頼まないからさ、久しぶりに飲んだ。カヌレに一味、カヌレに一味まずいでしょ絶対に美味しくないでしょ、絶対に美味しくないでしょ。いやカヌレには辛さいらないよ、いらない、あれはもうそのまんまが一番なんだよ、クラネルは。他の味も美味しいんだけど好きだし、全然あったら多分普通にカヌレのお店行ってさ、専門店のとこ行っていろんな味が売ってあるじゃん、あんまプレーンだけみたいな、そこ少ないからさ、専門店だとあのいろんな味買って、気になる味買ってみたいな吸ってたりするけど、プレーンは絶対か、プレーンは絶対。抹茶のお菓子に外れ、抹茶のお菓子あんま外れないかも。抹茶なんかさ、あれだ、なんだっけ、京都のお抹茶ラングドシャだっけ、初めて食べてめっちゃ美味しかった。抹茶が濃くって味が、あれ美味しかった、もらったんだけどね、それは一枚もらって食べて美味しかった。辛いカヌレ美味しいかも、いや絶対に美味しくない、辛さに、辛さに、辛さいらない、カヌレに辛さはいらない、いらない、いらない。そばに一味を、そばに一味入れるね、入れる、うん、うどんとかお味噌汁とか、そばで、そんなそば食べてないな最近、まあおそばお店で外でさ食べるのも少ないし、え全然嫌いじゃないんだけどね、あんま行かない家で食べるのもさ、あんまそば食べなくて、家で麺類だったらうどんとかラーメンとか、だからあんま食べないわ、好きだけど。美味しいよねそば、そば美味しいけど、あんま家で食べない、なんでかわかんないうどんの方が買いやすいからわかんないけど、冷凍うどんとかいいあるじゃん、でも冷凍のそばってなくない？あるっけ？わかんないや。
年越しそば、あ、食べる、年越しそば食べる、それは絶対食べてるけど、普段あんまそば食べない、なんでだろう、お店とか、うん、あれ、そのそばあるんだ、そうなんだ、お母さんがいつも買ってくるのうどんだからあんまイメージなかった。どん兵衛食べるときもそうだよ、どん兵衛食べるときは最近どん兵衛食べてないな、どっちかな、でもどっちも好きなんだよね。でも確かにそば、あの家にあったやつだから両方あったらどっち、その時の気分だけど、家にあることが多いのはうどんの方かも。うどん、うん、そばときどきかも。お母さん買ってくるんだよね、だからその時のお母さんのチョイス。辛いもの食べてお腹痛くなったこと、あんま覚えてない、あるかな、あんまないかも。お腹痛くなるまではないかも。お腹がなんか熱い、なんていうの、こうさ、こうわかるかな、なんか辛いもの食べた後胃が熱いみたいな感覚はあったりするけど、痛くなるあんまないかもしれない、なんか次の日までみたいな、影響出るみたいなことは今までないかも。いや、そこまで辛いの食べたことない、めっちゃもう食べれないけど無理やり食べるみたいな辛さってことだよね、そんなないかも。胃が熱くなったりはあるけど、食べて数時間は唇痛くなる、あるよ、なんかこう腫れるみたいな、あるある、全然ある、それは。お腹痛くなるはない、次の日もなるみたいなやつはないよ、胃が熱くなるぐらいわかる、なんかね、こう食べた後胃が熱いみたいなのはある、それはあるけど、食べて数時間もう結構熱い状態はあったですけど、カレーに食べるとね、フータクポックミョンとかそんな感じだった、胃が熱いみたいなのもあったけど、そう、口なんかちょっと腫れるみたいな感じあるけど、でもお腹が痛くなるほどではなかった、あれは。でも体質人によってだもんね、これ食べない人もいるもんね私は大丈夫だった。ね、カレー食べるとなるよね、これ。カラカラウのラーメン、なんかそれね、聞いたことあるんだけどさ、食べたことなくって。どんな感じのラーメンなんだ。なんか、まあ、確かに名前借りしてからそう。カラカラウ、カラカラウ、カラカラウ。あ、カップ麺もあるんだね、これ。どんな感じなんだろう。これ、あ、カラス出てきたやつ、めっちゃ赤いじゃん。え、これどこの、あ、ここか、お店、お店、これ。あ、これ違う、これカップ麺のページだ。イノショウ？ここの？え、めっちゃ赤い。特製ラー油と特製から、違うのこれ、なんちゃらこがたっぷり。魚介の香る辛いラーメン。大変辛いラーメンです。え、でも美味しそう。めっちゃ一味、これ一味かな、あ、違うわ、この粉か、このさっきの特製の辛い粉みたいなね、たくさんかかってる。食べてみたい、なんかいいね、麺食べたいな、美味しそう。
こにあるんだろうお店。え、わかんない、どこ見たらいいかわかんない店舗わかんないわ。東京？ん？わかんない。美味しそう、でもこれ食べてみたい、いつか行ってみよう。ね、カップ麺もあるみたいだからさ、美味しそうだよね。カイカラを見たことあるかな、私このカップ麺。でもきっとあるよね、見たこと。分かんない、あったら買ってみるじゃん。でもまださ、前に買ったさ、ペヤングのさ、辛い焼きそばのやつ食べてない、あれ。あれ食べなきゃ。いつ食べよっかな。明日は食べない。いつ食べよう。食べるの楽しみなんだよね、あれ。辛いの食べたい、そろそろ。最近食べてない。辛いの今すごい食べたくなっちゃった、辛いの。所有権切れちゃう。え、待って、いつだっけ、ちょっと待って。12月だ、12月31日。国旗聞く。これ配信食べるか分かんないな。食べたいと思ったタイミングで食べる。いやね、あんまさ、なんかさ、辛いのってさ、こう食べたいって思う時とさ、そこまでだなって思う時とさあるんだよね。なんか食べたい気分の時に食べないとさ、やっぱ食べれないからさ、こういう結構辛いのは。ちょっと辛いのとかだったらいけるけど、まあね、結構辛いのだったらね、食べたいって思う時じゃないと食べれない。結構辛いやつはさ、食べたいっていうさ、辛いの食べる気分の時じゃないと。これ食べたことない、気になったから買ってみた。北極の3倍。え、めっちゃ辛いじゃん。北極結構辛かった気がする。美味しかったけど、あれ。え、結構辛いね。食べれるかな。まあでもなんとかなるか。いや、相当辛いのが食べたいって思った時に食べる。じゃないとちょっとさ、結構辛いのってさ、そういう思った時じゃないと食べれない。最近食べてないから、そろそろ食べたさはある。絶対辛いけどね。パッケージ？カレーです。極激唇腫れるのはもう仕方ないよ。だって辛いの食べてるんだもん。仕方ない、それは。コビーのうどんとかも食べないといけない。買って食べてない、開けてない。ポチャッコのなんかラーメンと、
る。これまだ全然。来年の5月。とかって豚骨醤油、おちょこちょいラーメン。そう、サンキューマークのコリンが味噌煮込みうどん、はかなかわいいうどん。これも食べない。可愛くって買った。濃いめ、これもう一個ある。なんかある。シールがめっちゃ可愛くってさ、これシールステッカーがついてくるんだけど一枚。なんだけどさ、可愛くって2個買った。可愛いよね、これ撮っていいの。めっちゃ可愛い。可愛い。味はね、これが豚骨醤油味。ポチャコが豚骨醤油で、こげ麺が味噌煮込みうどん。たんだよね、ずっとさ「ポチャッコ」って言ってたけど、ポチャッコ、イントネーション難しいよね。ポチャッコ慣れないわ。あ、時間ある。はい、ランキングを読みましょう。13位からランキングを読みます。13位、のりぴーさん、ありがとうございます。12位、ゲシさん、ありがとうございます。11位、カサさん、ありがとうございます。10位、シロバネアキさん、ありがとうございます。9位、ケアとマーク、え、よいしょ。10位、ちょっと読めない、10位じゃないわ、9位だった。9位、ケンさん、ありがとうございます。8位、おまめさん、ありがとうございます。7位、ものものフードショーさん、ありがとうございます。6位、ゆうとしさん、ありがとうございます。5位、トシベビーアットマークキョカタムズさん、ありがとうございます。4位、あきひこさん、ありがとうございます。3位、まるさん、ありがとうございます。2位、グランツアットマークキョカタムズさん、ありがとうございます。そして1位がフロマンさん、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございました。ありがとう、ありがとうございました。ありがとう。明日の配信どうしようかな。明日も2回するか1回長めでするか、どっちかだな。2回する、2回できたら2回する。夜2回かな。夜か夕方、今日みたいな感じ、夕方1回か夜2回か夜長めで1回。どれからですか。午前中にはしない、お昼とかにもしない予定でいるです。今日の時間、夕方、今日の時間どっちだと思う。でも夜寄りじゃないあれ。18時20何分とかか。夜寄りじゃない、もうだって暗いしね、この時期。夜って夜じゃないわ、間違えた。その時間帯、朝はしない、寝てます。朝寝てます。しないです。一番9時も明日はしない。じゃあなんか B 公演の日にちょっと早めに入れて弾きに行こうかなと思ってる。明日は弾かない。
ルバニタイヤ関係ないしまあ確かに気づいたら暗くなってるしね暗くなってから外出たりとか結構ある。エペはこれからする。この後ちょっとランクを上げたいのでね、シルバーに早く上がりたいんでやります。ホライゾン練習したい、だからちょっとこの後練習する。新マップ全然やってなさすぎてさ、全然覚えおかんないからさやんないとやんないとランクも上がんないしね。上げたいからちょっとやる。早起きしてエペはやんないな。だって夜型だもん。無理無理、朝に起きてとか起きなくていい日は基本朝起きたくないから起きない。あとちょっとね、じゃあ明日も夜に1回か夕方1回、夜1回か夜1回長めでするか、どれかですね。まだできるぐらいになったら、分かったら、時間分かったら755で言います。じゃああとちょっとだね。じゃあまた明日、ありがとうございました。ちょっとこの後エピしてきますありがとうございました。バイバイ、おやすみなさい。また明日、ありがとう。おやすみ、またね、バイバイ、おやすみなさい。